はい、こんにちは。こんにちは。あの超大人気のたくみさんです。はい、人気だから呼ばれちゃった。そう、はい、ね、あのたくみさんの東大入試解説が聞けるのはここだけよ。確かにそうですね。はい、じゃあお願いします。はい、僕って素数の問題大好きじゃないですか。僕のやつですね、それ。あー、ごめんなさい、はじめまして。このじゃないですかで、ね、おなじみの佐賀城市じゃないですか。今回そのことどうだっていいんですよ。あ、言うな。これやりたかっただけです。それじゃあ真面目にお願いします。はい、僕は聞いてきます。はい、失礼します。さて、扉を閉めましょう。じゃあ皆さん、はい、この問題を見てどう思いますか。僕もさっき見たときにですね、ちょっと各1番はなんだ楽勝だと思いました。計算すれば良さそうなのでね。コンビネーション2A の方が楽そうだね。まあそういうのがですね、ちょっとね、計算ミスやるかもしれないですね。どうですか、カッコ2番とか見て、これなんか感覚的にどうですか。僕結構感覚を大事にする人なので、解く前に何か、カンタロウさんはこれ見て何か、なんか減ってきそうだから、いずれゼロになっちゃうから、そんな感じか。もう一回言ってください。なんかどんどん A って減ってきそう。そうですね、これね、会場の方が絶対ね、会場の方が強い、強い、ね、圧倒的にね。だからどっかからもうね、まあ、1が小さくなって絶対整数じゃないのじゃないかなっていうふうに僕も思いました。そういう方針でですね、考えたんですけど、聞いてください。僕の回答いきます。すげえかっこいい、やっぱ人気者は違うじゃないあの、笑っちゃってかけてないんだね。ですね、まああの計算ミスさえしなければカッコ1番はね、いいとこまでいけると思いますよ。カッコ1番、じゃあ行きましょう。ポケットに財布入って打たせやつだね。まず最初にあるのはこれ、あれですね、まあ公費を求めるような計算なんですね。数列 AL のね、費を取るっていうのはね、うん、まあカッコ2番の誘導になっているんでしょう。信じてやっていきます。やりたいのが AN-1 分の AN と、まあ規約分数のこと一旦忘れて、ただ単にね、きれいにしてまとめていきましょう。そうすると一つ目が AN が N の階乗分の 2N+1CN か、うん、であとが AN-1、 これ逆数になるので気をつけながらやると N-1 の階乗で 2N+1 の N に N-1 突っ込むと 2N-1 ですね。多分これ受験生100回ぐらいやるからだんだんなんか覚えちゃうぐらいのやつなんですけど、 2N-1 もちろん計算してもできますね、うん、で C の N-1 これでしょうと。で、まあ、コンビネーションこれ階乗の形に直した方がどこが消えるか分かりやすいので、階乗の形にじゃあ直しましょう。イコール、そうですね、一旦こいつらちょっと前にやっちゃいますね。 N の階乗と N-1 の階乗をちょっと計算ミスしないように前にやっちゃいます。で、あとコンビネーションを階乗で書き直していきましょう。コンビネーションはここのフルの階乗 2N+1 の階乗と N の階乗と2N+1 から N 引いたやつの階乗ですね、はい、だから N+1 の階乗と、うん、あとはこれ逆数なことにまた注意しながらやっていきます。まず 2N-1 の階乗がここに来てフルにやってくるので、で N-1 の階乗で 2N-1 から N-1 を引きます。ちょっと怖いので書きますか。 2N-1 から N-1 を引き算すると N だけ残りますね。だからこれは N の階乗だけが残ってくるということになります。ここまでは大丈夫でしょうか。大丈夫です。はい、 いい声だ。どっちも数学できる人なのに。 N の階乗を消せるところからじゃあやってきますか。 N の階乗消えます。で、あとがこれ慎重にやった方がいいですかね、ちょっと怖いので。イコール、よいしょ。じゃあ、こことここで1個やっちゃってもいいですか。N の階乗と N-1 の階乗で、N が1個だけ残って、あとこれ全部消えますよね。はい、うん、N×N-1 の階乗なんで、N が1個だけ残ります。で、あとが N+1 の階乗と N-1 の階乗残ってますかね。うん、そうすると N+1×N だけ残りますか、うん、N+1×N ですかね、うん、あとは、ここも最初退屈しちゃっていいですかね。ここが2個だけ多いんですよね。 2N+1 って、うんうん、だからこれが 2N+1 とあと 2N だけ残りますかね。一旦怖いんで書いちゃいましょう。一気にやってもいいんですが、見せたくないのでもっと下に行きますか。一段じゃあイコール、あー怖い、これ計算ミスったら嫌ですね。 N で N+1 残ってて、
で N が残ってる。で分子が残ってるのが 2N たす1と、2N と、うん、はい、丁寧にやりました、はい、でですねこれが N が消えるのでこれですね残る形が、うん、ちょっとこれホワイトボードいっぱい使ったので消しちゃいますね。はい、書いたらすぐ消さなくちゃ。それがセオリーなんですか。そうだよ。あ、そうなんですか。嫌な授業のセオリーな気がする。そうなんだ。書いたらすぐ消すんだ。はい、じゃあ結果だけ書いちゃいますか。N で、N たす1が残ってで2倍先に書いておきますか。これで 2N たす1と、まあね、これで答えがこれが分数だから PN だ QN だってやったらまあね、そんな楽しいことないですよ、数学。そうじゃないですね。これね、規約分数なんですね、分数は。何でもいいわけじゃないですね。規約分数表せって言ってるので、だからまあ何かね、N で書かれた文字の中に割れるね、共通の素数とかあったら困るわけです。うん、なので、まず、まあ、2はね、なんか考えそうなので、こいつらですかね、2N たす1と N とか、2N たす1と N たす1がどうなのかと。だからまあこれ、もう100回ぐらい多分整数問題だったら見ますけど、これ互いにそうですよね。証明をよくやらされますが、ちょっと考えますか。まだ割れないんだよね、もうね。そうですね。だから一応答えは合ってるけど、一応割れないことを示せってこと。まあ実はまだ割れるんですよ、ね。割れる、はい、まだ割れます。ここがめちゃくちゃ目に入ってくる。あ、連打数じゃん。連打数じゃん。そうそう。だから2は最後に回してるんですよ、今。GCD って最大公約数、グレイティストコモンディバイザー。そうです。これで 2N たす1と、N の最大公約数をじゃあ探しましょうと。これってユークリッドの誤助法でやるように 2n たす1を n で割り算するので、2×n でたす1になると。で 2n たす1と n の最大公約数っていうのが n と1の余りに等しいと、割った数と余り、これがユークリッド誤助法でやるやつですよね。でなので GCD の n1 になって、もう1なのでこれは1しかないですね、約数がね。だからこれで、まあ、互いに外分かると、共通の素数はありません。あともう一個 GCD で、2N たす1と、あとやんなきゃいけないペアが N たす1ですかね。これもですね、受験生よくやらされます。泣かずにやりましょう。 2N たす1を N たす1に割るので、こうで2につけちゃうと負の数出てくるので、まあここは負の数の GCD やるのちょっと嫌なのでやめましょう。1倍の N たす1で、N だけ残る形にしますか。こうやって合ってますね。そうすると、N たす1と N の GCD と同じ。N たす1を N で割ると、1個あって余り1なので、結局、イコール GCD の N1 になって、結局1、はい。はい、どっちも最大公約数1だったので、互いに空と分かると。だからもうここに関しては気にしなくていいです。2N たす1を何かできることはもうありません。でもここで、NN たす1は連続する、二整数なので、これは2の階乗の倍数です。2の階乗の倍数なんで階乗階乗なんで言ったんですか。2の倍数 N を連続 N 数の、あ、そういうことね。一般化を考えたんですね。かっこいい。ですね。かっこいいですね。かっこいい。2の倍数なので、これ本当に2で割れると。だからもうここは気にする必要ないので、2が本当はね、共通因数もしたので、2で割ったやつが、2の倍数よって、最後書いていきますか、まとめた形で。an-1 イコール an っていうのが、本当はこう書けると。2で割って、2分の1の n の n たす1と、あとが 2n たす1ですか、こうやって。で、答えとして書いておいちゃうと、分子が、これが 9n、うん、分母が pn ですかね。これでおしまいでいいですか、回答として。pn と qn がこれと。はい。ということで、これが括弧1番ですね。これはだから、整数問題ですね。数列の問題に見せかけた。はい。になる。はい。で、括弧2番にじゃあ移りましょう。ここだけ分かればいいので、全部消しちゃいますね。過去にはどうですか、もう一回感覚的に。これですね。探しておしまいとかみたいな。1より小さい、探しておしまいっていう方法も考えたんですけど、計算やりたくないんですよね、あんまり大きい数の方で。で、実は最初にも言ったんですけど、まあ、いろんな考え方あると思います。最初はこれ誘導使わない方法考えたんですけど、何かって言ったら、まず、あ、カントロさんが言ったように、N 大きくなっていったら、絶対ね、うん、
一応小さくなるだろうと、まあ、正の数なので負の領が負の領域は考えなくていいんですけど、まあ最初はコンビネーションが例えなんか勝とうと、うん、絶対解除の方が早いので、うん、一応小さくなって多分どっかから先はもうないですっていう風にやる方法もいいと思います。ただですね、思ったんですけど逆分数なことは使わないんですよね、それ別に別に2が分数になってもいいので、だからおそらく問題作った人はそっちの方法じゃないですね、きっと考えたのは。はい。で、一応誘導に乗ろうと思ってですね、よくやる数列の全化式とかのテクニックと同じなんですけど、この後期の形出して結局何やりたいかっていうと、an を a1 で表したいんですよね、こういうのって。うん、その後期の形が分かると、後期を1個ずつずらしていったやつに、初項が掛け算されると an 一般的に出るので、その形で表していきたいと思います。カッコ2番。何言ってるかっていうと、an-1 っていうのが今規約分数の形で pn と qn と表せたわけですよね。これより an がこんな風に表せるんですね。当たり前ですけど、pn で qn で an-1 と、これ全化式の形になってますね。こっちなんですけど、1個減らすためにはこれ自分の数字と同じものを書けばいいですね。だからこれは実は全部書けば pn pn-1 点点点点2までで押さえて qn で qn-1 点点点点 q2 までですかね、ここ揃えて、あと a1 なんですよね。で、分数の形で見たいのでこう書きますか。じゃあこれが自分がさっき言ったことです。初項で一般項が分かる。まあ、全化式分かってたらそういうことですね。全化式って初項から一般的な関係出したいのは全化式解けたって状態なので、おそらくこれがまあ問題を作った人の意図でしょう。この形で見ることを分数で、せっかく規約分数云々考えたので何がやりたいかっていうと、これが整数にならないっていうのがどっかしらその何か以上で来るんだっていうのはなんとなく分かりましたね。で、そのタイミングってこれ特徴があって、何かっていうと qn って、ちょっとここに書いてますか、さっきの回答って 2n たす1だったんですよね、うん、バリ奇数、これはバリ奇数ですよね。めっちゃ奇数はい、もうバリ奇数ですよね。で、正直まあ分母の方はよくわかりません。まあこうなってるんでね、まあいいですよ。ただ分子がバリ奇数、うん、で、ah も計算してみると、H は1の階乗分の 3C1 で3ですかね。馬力数馬力数、これは分子は馬力数の集まりでございます。はい、なのでこれがですね、素晴らしいね。そうなんだ、はい、これが馬力数の積ですよ。馬力って書くていいの？いや、それ怒られるからこれ全部奇数の積になってますね。これは特徴としてでかいですね。なぜなら分母に1個でも2という素因数持ってたらもうそれは削れないですね、この分子のやつでは、うん、ってことはどうしても2が残ってしまう。それはもう整数ではございません。はい、かっこいいね。なので今からやること何かというとですね、分母に、偶数の数が現れる瞬間はいつかこれね、この形ですよ、見なきゃいけないのはね。もうそうすると、まあいいですよ、じゃあ P2 からいきますか。じゃあ P2 どうだ。 P2は2で約分されて3になりますね。あ、奇数でしたね。セーフです。セーフ。まだ、まあさね、うん、そんなこと言えない。 P じゃあ3は、まあまあやってみましょう。まだかもしれない3を入れると、4になって2個余って 2×3 で6ですかね。はあ、アウトもうこんにちはしました。2が6はですね、23なんですよね。そうするとですね、ここにすでにですね、P3、ちょっとこんにちはさせますか、じゃあ、これで、Q3 で、P3、ここにですね、もう2がいるんですよね。これの2を削れないので、絶対に整数ではなくなってしまうわけです。これ以降もそうですね。だって、これよりも N が3以上のとこを考えたら、絶対 P3 がこんにちはしてるので、分母で。うん、それをずっと削れません。ということは、よって、N が3以上、あ、これイコールつけた方が効果線 P ですね。 N が3以上、は、整数でないと。まだこれ終わりじゃないですよ。なん
だって1、2がまだ何か分からない、あ、はい、計算しないのね、はい、そうですね、そうです、はい、否定だけしたわけですね、はい、A1 が3、 A2 がこれ計算してないですね、2が、2の階乗分の 5C2 だから10を2で割って5ですかね、はい、A2 が5より、AN が整数となる N は N イコール1と2のみということになります。すげえ、はい、やってないはい、ということでですね、何かありますかね、はい、はい、これ楽しいですね、はい、すごい、はい、はい、素晴らしい、さすが素晴らしい、さすが魔術師って感じだね、そうですね、はい、じゃあまた来月よろしくお願いします、はい、じゃあ、これが寿司君でよろしく、はい、ありがとうございました。